ねえ、なんね。
昨日の。やめとき。やけど頭、こいつは。やめとけ言うとろうがボケが。なんか用があるとや。これは。マダラメから預かった山笠組の解散宣言が書かれた書状だ。なるほど、親父が考えそうなことや。マダラメはお前らが東条会との戦争に走ると思っている。だからお前らを守るためにこれを書き、俺に預けた。は、そうね。どうした？破り捨てないのか？俺らはマダラメの親父ば担ぐためにこの世界に入っただけやけん。山笠組がどげんなろうが、そげんことはどうでもよか。親父の仇ば撃つ。今の俺らにはそれしかなか。仇なら今目の前にいるが。俺もそげんアホやなか。親父に手ばかけたとは、あの青山っちゅう登場会のガキやろ。
本部も破壊された時気づいたばい。あんたは揚げだ姑息な手口使うような人間やなか。じゃあお前らは山笠組がなくなるとしても青山に復讐するというわけだな。そうたい。島がどげんの、利権がどげんのとかは関係なか。俺らは極道の義理ば通すだけばい。そうか。あんた、何場所っとや。山笠組は解散させない。お前らにはしっかりと仕事をしてもらう。仕事やて。長瀬に来て分かった。この町はカムロ町によく似ている。良くも悪くも山笠組を中心に均衡が保たれている町だ。もし今山笠組が潰れ、他の組が島争いでもしようもんなら、それこそ商売上がったりだ。商売ってお前。こう見えても俺はタクシー運転手だからな。だから山笠組は解散されたら困る。ちゃんとこの町が正常に戻るよう仕事をしてもらう必要があるってことだ。はあ、ナンバーわけんわからん言葉言おうとや。これ以上俺らに絡んでくるとやったらマジ殺しちゃうぞ。いい気迫だな。だがそれだけじゃ足りない。今のお前らの戦力じゃ東条会と戦っても皆殺しになるだけだ。なんてや。それでも青山を殺すというのなら止めない。だがその前に俺を倒せるか試してもらおう。はあ、どういうことや。一発だ。一発で倒してやる。俺は一度負けても二度目は必ず勝つ男ばい。喧嘩は一度負けてもよか、二度目に相手をボテクリこけしゃよか話やけんな。ガキの理屈はいい。いいからかかってこい。さんとの勝負だ。怠慢に口ば挟むんやなか。くそが。あの爆発事故の直後だ。体が言うことを聞かないのは当たり前だ。分かっとう、そげんこつ。待って、こんままやったら登場会の連中に福岡が乗っ取られる。俺らがあの青山はやらない。いかんとや、絶対に。さっきも言っただろう、山笠組は解散させない。待ってん、それじゃ俺が潰す。福岡にいる東条会の人間全員をな。なんてか。会長代行、山笠組若頭の八幡から電話が入っています。八幡だと。生きてたのか、あの男。どうしましょう、切りましょうか。手打ちの相談か。
貸せ。青山だ。ああ、登場会としては手打ちする気は毛頭ない。オタクとは徹底的に戦争させてもらう。それでいいだと？どういうことだ？やけん戦争ばしちゃって言うとって、貴様らに近っぽ親父の子に返しちゃ。おお、そうばい、こうなったら一気に勝負つけようやないか。明日の夜、博多のふ頭27番倉庫の前でどげんや。よかや。やったら首洗って待っとけ。しっかり弾は取っちゃるけ。これでよかったとや、桐生さん。大工、向こうは何と？宣戦布告してきやがった。ご丁寧に場所まで指定してな。明日の夜、不当でやり合いたいそうだ。そんなガキの喧嘩じゃあるまいし。大工、そんな挑発乗る必要ありません。罠の可能性もありますし。ここで逃げたら敵の思うつぼだろうが。登場会が山笠組から逃げたって噂が広まったらそれこそ面倒だ。たとえ山笠組から島を奪っても、片桐の連中を手なずけるまで時間がかかる。すいません。福岡に残ってる組の連中に号令をかけろ。それと兄弟にも役に立ってもらうか。本人、これでよかったとですか、桐生さん。ああ、ちょうできた。待って、なして明日の夜なんですか。敵もアホやなか。下手に時間ば使うて、明日までに戦力ば整えられたら勝ち目もなかでしょう。分かっている。だが俺にもいろいろ片付けなきゃならないことがあるんでな。青山に電話する前に話ばしてくれた複雑な事情ってやつですか。ああ、素性を隠して生きてきた俺に力を貸してくれた連中に、これ以上迷惑をかけることはできないからな。筋を通しておく必要がある。やけど、まさかあんたがあの登場会の4代目堂島の竜やったとは。なして親父も俺らに教えてくれんかったとやろか。斑目組長は守ってくれたんだ、俺も、そして大吾のことも。うちの親父は人助けばっかしよったけ。そげん意味じゃ極道に向いとらん人間かもしれません。おかげで下についと俺ら貧乏くじばっかだい。まあな。俺は斑目っていうのは、他人を巻き込んで巻き込まれて常にそうやって生きていくしかない人間なのかもな。そうだい。したらとりあえず俺らも明日の夜に備えて生き残った連中ばかき集めます。桐生さんはどげんしますか。約束の時間になったら埠頭へ行く。現地でお茶を。
会社は辞める？ええ、これ以上迷惑はかけられません。どげんしたと？社長はご存知ですよね、俺が偽名を使っていること。俺はかつて東条会という組織に所属していた極道でした。その後足を洗い、沖縄に渡って養護施設を経営していました。それから訳あって福岡に流れ着いて、ここのお世話になることになりました。しかし今この福岡の地で東条会と山笠組の間で戦争が行われようとしています。なんてや。俺はその戦争を何としても止める必要があるんです。鈴木さん、どんな結果になろうとも、俺がこの会社の人間であることが割れてしまえばご迷惑をかけることになるでしょう。ですからその前に会社を辞めようと。そげんことやったか。勝手を言って申し訳ございません。許さんね。俺はそげんこと許可できん。ですが社長。だってくさ、鈴木さんは自分の行動で会社に迷惑がかかると思うとけん退職するつもりなんやろ。そうです。やけん、それが思い違いたい。会社ば辞める必要なんてなか。鈴木さんはうちの社員ばい。俺はうちの社員には正々堂々自分がやるべきやと思った言葉やってもらいたか。社長、あんたがただもんやないっちゅうことはずっと前から感づいとったよ。やけんね、俺はこげん日が来るんじゃなかかとずっと思うとったばい。俺だって経営者の端くればい。納得いかん理由で社員ば簡単に切るとか絶対にやらんけん。細かかことは聞かん。何があっても戻ってき、うちの社員として絶対に。よかね、中島さん。さあ、そうと決まったら大事な仕事に取り掛かる前にやり残した言葉済ませとかんと。はい。それからその戦争を止めに行くときは会社の車ば使うてよかけん。俺に声ばかけて。ありがとうございます社長。よかよか。それとももう不当に行くとね。はい。鈴木さん、気をつけて無事に帰ってくるとよ。はい、ありがとうございます。そったりはどこや。おじけづいて逃げたとや。お前たちごとき連中、代行が手を出すまでもない。なんや、
お前も喧嘩するんとちゃうんか、兄弟。まさか。喧嘩は兵隊の仕事です。私が直接手を下す必要もない。もったいな。喧嘩ほど楽しい瞬間ないっちゅうのに。私はあなたや桐生さんとは違います。手を出すことに喜びなど覚えない。せやったらなんでわしのこと連れてきたんや。喧嘩の助立ちせえっちゅうんやないんかい。ま、もしもの時のためですよ。あの人が来た時のためのね。あの人？さ、そろそろ始まります。楽しいショータイムがね。さあ、時間だ。始めようか。この喧嘩、俺が引き受ける。四代目。それは昔の話だ。今は流すタクシーという会社で働くただの運転手だ。まさか四代目、登場会に協力するためにわざわざ。なんと俺を言っていいのか。ああ、協力しに来たぜ。ただし、ろくに極道の筋も知らないお前らガキが間違った道に進まないようにするためにな。なんですって。やっぱり来ましたか。どうせマダラメ組長あたりに泣きつかれたんでしょ。山笠組を助けてくれって。マダラメはまだ生きている。お前は山笠組を潰し損ねたんだ。まったく、あなたって人はどこまでお人よしなんだか。マダラメは殺し損ねたんじゃない。初めから適当に痛めつけられればそれでよかったんですよ。なんだと。あの爆発を見ておかしいと思わなかったんですか。もし本気で殺すつもりなら、あんな中途半端な手は使わない。もっと確実な方法で殺します。どういうことだ。私としては山笠組と喧嘩する口実さえできればよかったんです。それに今マダラメに死んでもらっては都合が悪い。堂島会長の行方が分かるまではね。なんだと。マダラメは堂島会長とつながっている。堂島会長をおびき出すには格好の素材ですから。お前、マダラメを使って大吾を誘い出す気か。我々としては一刻も早く堂島会長の身柄を押さえておきたいんでね。さあ、それじゃあそろそろ始めましょうか。準備はいいですか、四代目。その前に一つ聞いておきたい。何でしょう。この喧嘩、俺が一人でお前ら全てを始末したら組同士の戦争にはならねえよな。あ、おっしゃってる言葉の意味が分かりませんが。言葉通りの意味だ。俺が一人でお前ら全員倒したら、それは仇とヤクザのただの喧嘩、組同士の争いにはならない。そうだよな。バカな、何を言ってるんだ。桐生さん。八幡、お前は引っ込んでろ。こいつら全員俺がぶん殴る。待って。言っただろう、山笠組は解散させないって。何よバカな、本当に頭おかしいんじゃないのか。何がおかしい。この人数相手に一人って
しかも戦争にはならないだと？そんなわけないだろ。桐生さんね、時代が違うんですよ。誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょう。これだから古い人間は困る。なんか人をバカにすんのも大概にせえ、ガキが。渡せ。その条件わしが飲む。キルハンが登場会のガキ全員倒したら山笠組との戦争にはさせん。渡せ。何を勝手に。七代目近江連合若頭渡瀬組が預かる言うとね。なんか文句あるんか、青山の兄弟。よし、それじゃ始め。この喧嘩立ち会い人はこのわしや。何をしてるお前ら。四代目だからといって手加減はいらない。行け。ああそうだ、手加減はいらねえ。死にてえやつだけかかってこい。
Yeah.
よくこれだけ集めた。喧嘩はここまでだ。と、兄弟、何をしてるんだ、お前。こないな場面で茶が弾かれたら、立ち会い人としての顔が立たん。わしの顔に泥塗るつもりはないやろな。くそ、話が違うじゃないか。キリュウを倒したいって言っていたのはお前の方だぞ。兄弟、わしはお前の兵隊だ。自分の喧嘩は自分で仕掛けるわ、ボケが。貴様、情けのある男だって。誰に聞いた？それは誰に聞いたかって聞いてんだ。登場会の子さんの。俺はな、そんなに優しい人間じゃねえ。どんなに素性を隠して生きていてもな、中身は自分でもヘドが出るくらいのヤクザもんだ俺は。計算だけで乗り切れるほど極道は甘くねえんだよ。よく覚えておけ。次はねえぞ。なんで俺なんだよ。どうして俺がこんな目に遭わなきゃなんねえんだよ。こうなるって分かってたら最初からやらなかったのに。いい加減にせえ。登場会の頭張るんやったらそない弱気なこと口にすな。これ以上わしをがっかりさせんな。なんとか言えよ、兄弟。俺は言われただけなんだ。四代目桐生さんを引っ張り出せばそれでいいって。なんやと。言われたって誰に。誰に言われたんや。それはあんたの。兄弟。おい兄弟。喋りすぎですよ大工。お前は。森永。
こんな再会は嫌だったんですが、四代目。お前、動かないでください。次は頭を打ち抜きますよ。どういうことなんだお前、最初から大吾を裏切っていたのか。裏切りですか。けなげに働く舎弟を見捨てて一人逃げ出した会長も俺には十分裏切り者に見えますがね。青山に撃たれた傷は、あれは芝居だったっていうのか。私の仕事はあなたをあの場所に連れて行くことだった。斑目組長同様、万一のための装備はできていました。はなっから青山とつながっていたというわけか。でもなぜ青山を殺す必要がある。口の軽い極道たちが悪い。桐生さんにちょっと脅されただけで余計なことをベラベラと喋ろうとするからですよ。余計なこと。待て、森永。何ですか。目的を聞かれても答える気はありませんよ。お前の目的なんてどうでもいい。だが一つだけ教えてくれ。相沢はどうした。相沢は人の裏をかけるような男じゃない。お前が大吾を裏切ったということを知れば、奴はどんなことをしてもそのことを俺に知らせたはずだ。答える森永。相沢は今どこにいる。本当にあいつは可愛いやつでした。だが知りすぎた。裏の裏までを。まさかお前、犬吠山の山中に埋葬してきました。私自らの手でちゃんとね。森永、貴様、来るなって言っただろうが。うそ、来るな、来るな。あかん、今言ったらあかん。今はまだあなたに殺されるわけにはいかないんです。そしてあなたにも死んでもらっては困ります。四代目森永。全ての答えは東京にあります。待ってますよ桐生さん。大乱闘から2日、もうお勤めとは見上げた真面目さだな。またあんたか。ずいぶん派手にやらかしたみてえじゃねえか。さあ何のことだかな。俺にまで白切る必要はねえだろう。もう足の傷はいいのか。ほらよ。そういや今朝渡瀬が関西に戻ったみたいだ。やろう、ご丁寧に警察の遺体安置所までやってきて青山の遺体に線香をあげてったそうだ。ったく、自分は青山に利用されたっつうのに
おめでたいやつだぜ。でもまあ、ああいう古いタイプの極道がまだ近江にもいたんだな。ある意味嬉しくなるな。うん。いやいや、自分で言っててなんだが、おかしな話だな。俺にとってやつは一番厄介な存在のはずなのに。ほんとおかしなもんだ。ヤツとそんなに仲がいいのか。バカ言え。長いこと府警のデカやってるとよ、敵とはいえ感情の一つや二つくらい湧いてくるもんさ。あんただって現役の頃、腐れ縁のデカの一人や二人いただろ。俺とやつはそんな感じさ。ああ、そういえば渡瀬のやつ、お前によろしく伝えてくれとデカたちに言ってったとよ。俺に？ああ、近江のケツは自分が吹く、その後東京で白黒つけようってな。行くのかお前？今朝、犬吠山で男の遺体が見つかった。顔が潰されてたこともあって身元はまだ不明だが、男の胸には東城会の大門がついていたそうだ。お前、本当にこのままでいいのか？この肝心の時、頼りの堂島大吾は行方不明のまま、今の東城会を支えられるのはお前しかいないんじゃないのか？行きたい場所があるんだったら乗せてってやる。だがそれ以外、あんたの指図は受けない。俺の行く道は俺が決める。分かった、好きにしろ。だがその前にラジオのニュースくらい聞くんだな。あんたとは短い間かもしれないが、濃い付き合いになりそうだ。じゃあ、繰り返します。昨日未明、札幌市内で発生した発砲殺人事件に関して、北海道警察は今朝、被害者を関東一円を拠点とする広域指定暴力団東城会の幹部組員真島五郎氏であると断定。緊急の会見を開き発表しました。関東最大の暴力団組織東城会の現役幹部組員であった真島五郎氏の死亡という事態を重く見た同警察は、警視庁と連携し事態の全容解明に努める方針を明らかにしました。以上、ニュースでした。さあ、続いては林田さんのお天気コーナーです。林田さん。
すまない、遥か。